勝ちの後に月くらいホテルネットカフェで過ごしていたんですけども、実家に戻ることができました。これから、アルバイトと古着転売を並行して一から頑張っていきたいと思います。八坂島、これからです。またやり直しです。めげずに頑張りたいと思います。